アナと雪の女王には、ウォルトディズニーアニメーションスタジオ制作によるアメリカ合衆国のコンピューターアニメーションミュージカル、ファンタジー映画である。2013年公開のアナと雪の女王の続編。2019年11月22日に日米同時公開。日本におけるキャッチコピーは、なぜエルサに力は与えられたのか。日本での略称はアナ雪に、 前作から3年後、アレンデール王国の人々とすっかり打ちとけ平和な日々を過ごしていたエルサだったが、ある日彼女は自分を呼んでいる北からの不思議な歌声を聞き始める。その歌声に導かれ、彼女は妹のアナとクリストフ、オラフ、スベンと共に自分の持つ力の秘密を解き明かすためアレンデール王国を越えて新しい旅に出る。王家ケエルサとアナの両親二人は、 エルサ18歳、アナ15歳の時に外交で海難事故に遭い亡くなったとされていた。しかし実際はエルサの魔法の秘密を調べるためにアートハランに向かいダークシーで亡くなっていた。二人は姉妹を分断し彼女たちに何もしてあげられなかったことを後悔している。王家警備隊かつて、 アレンデールと敵対してきたと言われる民族。アグナルの父の計画によって戦争を引き起こし、起こった精霊によって34年間深い霧に閉じ込められてしまった。前作に引き続き、本作でもクリストフ・ベックが音楽を担当している。また、前作で楽曲制作を担当したロバート・ロペスとクリステン・アンダーソン・ロペス夫妻は、本作のために新曲、 イントゥジアンノーン心のままにを新たに書き下ろした。なお、この楽曲の日本語吹き替え版アーティストには、新人の中本瑞希が起用された。最初のティザー動画は、ウォルトディズニーアニメーションスタジオが2019年2月13日に YouTube で公開した動画で、この予告編は、公開から24時間で1億1640万回、視聴され、歴代で、 最も視聴されたアニメーション映画の予告編となった。さらに、6月11日には2つ目の予告編が、9月23日には3つ目の予告編が、それぞれ公開された。日本では2019年2月20日、放題と日本での公開日、場面写真が同時に公開された。さらに、10月10日には、日本オリジナルの本予告編が公開された。 公開後の12月3日、ツイッター上で複数の漫画家が本作の感想を描いた漫画を投稿した。いずれも本作の内容を好意的に紹介するものだったが、広告によるものといった表記はなかった。しかし、投稿された時間が19時に集中していたことから、報酬を受け取って漫画の掲載を依頼されたステルスマーケティングではないかという指摘が相次いだ。これに対して、 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、イティメディアニュースの取材に、依頼の段階で伝達ミスがあり、広告表示がなされなかった。意図して起きたものではない、どこかでコミュニケーションミスがあり、抜け落ちてしまったと回答した。その後の12月5日、ウォルト・ディズニー・ジャパンは公式ウェブサイトで、アナと雪の女王に感想漫画企画に関する、お詫びと題した謝罪文を公開した。謝罪文には、 投稿には広告であるとわかるよう明記する予定だったが、関係者間でのコミュニケーションに行き届かない部分があり、当初の投稿において、広告表記が抜け落ちる結果となったと記されており、改めて、ステルスマーケティングであることを否定した。12月11日、ウォルトディズニージャパンは公式ウェブサイトで企画に参加した漫画家とファンに向け改めて謝罪文を公開した。その謝罪文には、 クリエイターに責任はない、社内新遵守の不徹底が招いた結果であると自社の責任であることが強調して記されていた。日本では初週末において観客動員数121万1000人、工業収入16億1600万円を記録し、ランキングでは初登場主位となった。この記録は前作の工業収入比211.7%の成績である。 公開3日間では観客動員数145万人、工業収入19億円を突破した。前作と同様に10代、20代の女性を中心に幅広い層が劇場に詰めかけた。2週目、観客動員数124万8000人、工業収入14億4300万円を稼ぎ、前週と同じく首位をキープした。 この時点での累計観客動員数は338万人、工業収入は43億円を突破しており、公開から10日間での40億円突破は、ディズニーとピクサー作品の中で最速となった。2020年3月までに、日本での工業収入は133億6千万円、観客動員数1460万人を記録した。ありがとうございます。